僕以前からね、少し引っかかる表現、気になる表現というのがありまして、それが彼女いない歴という表現なんですけども、時折ね、なんかそういう話したり、テレビ番組とかでもね、バラエティ番組で素人の人がそんな言ってたりとかっていうのあるじゃないですか。いや、今まで一度も付き合ったことなくて、彼女いない歴30年なんですよとか言ってるのを耳にすることあるじゃないですか。それを聞くたびに、いやー、その表現って果たしてどうなんかなって思ったりするんですけど、というのはですね、彼女いない歴30年っていうことはですよ、30歳でっていうことじゃないですか。今まで一人も付き合ってない、それね、生まれた赤ちゃんの時からカウントせなあかんって思わないですか。僕ね、なんかそれがね、腑に落ちないというか、そらね、早い子は幼稚園ぐらいから彼女おるんかもしれんすけど、にしてもその5年ぐらいカウントせんでやろ。というか、大体は高校ぐらい、僕らの時代はね、今やったら中学とかなんかな、まあ15ぐらいからカウントするとか、そういうのでわかんのかなって、まあ、細かいことですけど思ったりすることがありまして、ね、16からずっといないとか、15年いないですとかでいいんじゃないかなとか思ったりするんですけども、ちなみに僕そうこうは、初めて彼女をできたのと、童貞を捨てたのは16でしたけれども、まあそこから彼女ね、何人かいましたけども、最近はいない歴結構なんですけども、もう数えるのやめてます。はい、最近の彼女いない歴はもう何年とか数えるのはやめようと思ってたりもしますが、ついにね、平成中には彼女をできること、願いは叶わず結婚もできませんでしたけれども、なんとか新しい時代、何でもこう令和に希望を抱いてしまいがちなとこもありますけれども、まあ一区切りですからね、我々も平成という時代に別れを告げて、なんとか令和に愛する人を見つけ、結婚などもして、もう彼女いない歴とはおさらばしたいな、なんていうふうに思っております。以上、彼女いない歴についての話でした。そうこうでした。さよなら。バイバイ。